お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、帝国陸軍の記載、石原莞爾が、亡くなる晩年に遺書として残した新日本の進路から、石原莞爾が予言し提示した戦後の日本の取るべき姿を見ていきたい。予言者と恐れられた石原莞爾の遺言書は気になるね。第二次世界大戦の終戦後だから石原莞爾がどんな考えだったかも気になる。満州事変を首謀して関東軍の名を世界に知らしめた一方、陸軍内ではめちゃくちゃ敵も多く、陸軍中将に昇進するも要職に就く前に予備役となってしまった石原莞爾が、第二次世界大戦後の日本の進路をどのように指し示して、亡くなっていったのか、そこを解説していこう。ちなみに、前回解説した石原莞爾著作の世界最終戦論と比べて、遺書と題された本動画の新日本の進路は、とても短いので、必然的にこの動画も短いですがご了承いただければ後人の至りです。さて、この遺書はまず、世界の国々の統治体制を専制主義、自由主義、統制主義に分類して解説を行うところから始まる。石原さんらしい。この遺書で注目されるのは、アメリカについての石原中将の意見だ。この遺書は、日本にとってはアメリカを主な相手とする第二次世界大戦に無条件降伏した後、昭和24年に書かれたものなので、アメリカを礼賛こそしないものの、世界最終戦論で示されたアメリカに対する敵意というものはかなり緩和されており、むしろソ連の共産党を強く警戒する様子が見て取れる。石原中将としては、自由主義を標榜しながらニューディール政策などで巧みに統制主義も取り入れるアメリカと、共産党独裁によるバリバリの専制主義国家たるソ連との、世界的な対立軸に着目していたようだ。冷戦だな。石原中将は、ドイツ、日本、イタリアが特に統制主義に走ったことで世界平和を撹乱したことに反省の弁を述べ、しかし、これは資源も土地もなくいわゆる村社会の日本が必然的に取るべき道だったのであるとも意見を示している。反省の弁あたりは検閲を意識したのだろうか。その上で、やがてアメリカの意向により独立するであろう日本は、断固ソ連に対抗すべく、共産主義を圧倒するようなイデオロギーの新政党を結成し、統制主義国家として独立して世界平和に寄与すべきだとする。すごいファシズム的に聞こえるのは私だけだろうか。大政翼賛会は失敗だったと言及しているんだけどね。石原中将としては、日本が再び独立するときに、どのような精神で独立するかが重要であって、もし自由主義国家として独立すると再建はおぼつかないだろうから、結局は、部分的にアメリカの属領となってしまうことが予想される。だから、独立方式を誤ることなかれと警告を発している。なるほど。どんな精神が重要だと考えていたの？これは世界最終戦論と同じなんだが、いわゆる東亜連盟の思想だ。東亜連盟の思想から、日資提携の必要性を考慮して日中戦争の不拡大派だったことにも言及がなされている。大陸に逐次派兵という中途半端な策を取って左遷されちゃったんだよね。東亜連盟でどのように国を運営していくの？石原中将は経済の運営に言及する。すなわち、米ソの経済運営は地理的条件や慣習の異なる日本には適合しないから、東亜的に、すなわち国民を全国の農村に分散させ、村を基本単位とし、食料自給と工業の分散を図るべきだと主張する。そして、各地の村で製造された部品をベースに、国営または組合経営の工場で完成品を製造するという、分散かつ統一の生産方式こそが良いと考えていたようだ。さらに、石原中将は、東亜連盟はもともと民主主義的な組織であり、合議制を中心にした現代にも適合する組織であることや、今後の日本では労働者階級や使用者階級といった階級制を超越しての政治が必要だとも主張する。ここも検閲を意識したのだろうか。階級制の超越は、GHQ の検閲というよりかは、ソ連の共産主義に対する警戒があったのではないかと思われる。しかし、この先の箇所を読んで驚いたんだが、石原中将は、世界最終戦論で展開した、東亜と欧米との最終戦争という自らの予想について、はっきりと誤りだったと認めた上で、東亜連盟の主張の全てが正しかったとは思わないと、
自制の念を述べている。石原さんらしくないと言ってしまうと失礼だろうか。もっとも、感心する部分もあり、石原中将はこの遺言書で経済に関して多く触れているんだが、国営企業の必要性は説きつつも、新日本を建設するためには、創意や規約が必要だから、これは民間の企業や個人の自由競争に委ねるべきだと主張している。そして、この創意や規約を発揮する民間の企業に対し、公立の税金を課すことは企業活動の萎縮を招くから慎むべきだとも言及している。さらに、石原中将は日本の家族制度にも革命が必要だとし、戦前の家族制度は非合理な面もあったから、これからは一族ではなく夫婦を単位として考えるべきで、新しい民法の精神にのっとり、個人主義に基づいた、アメリカ以上の夫婦中心を徹底し、嫁姑問題などの苦労をなくすべきだとする。石原さんの愛妻かぶりがここで出ているのではないだろうか。さらに、家事や育児などの家事労働は、村の共同施設において負担させ、家事労働から解放された労働力は男女問わず村の生産に回すことで、生産性を高めることができ、かつ、男女の性別によらず各個人の能力と関心のみによって仕事が遂行されるので、女性解放も進むのではないかと考察している。そして、日本人が争いのない精神生活、安定した経済生活を得るためには、家族のような共同体の農村を実現することが肝要である旨を述べ、遺言書を締めくくっている。さて、石原幹事の遺言の解説をしてきたが、大日本帝国陸軍の軍人を中心にした本チャンネルのメンバーシップのご紹介です。メンバーシップって何を得られるの？画面にあるバッジの使用、メンバー限定の動画が視聴できるなどの特典があります。動画はアップ主が一般公開を躊躇するマニアックなものを今後もアップしていく予定です。ちなみに、最近メンバー限定にアップしている動画は、東条英機、派閥構想編、鈴木貫太郎、魚雷の攻防、日清戦争編、東条英機、左遷編、軍事参議院、天皇の軍事顧問集団、笑顔の軍人最小桂太郎などです。詳しくは画面下の概要欄にあるメンバーになるというボタンを押しますと詳しい紹介動画を見ることができます。ちなみにボタンを押してもすぐメンバーに申し込むことにはならず、紹介動画が流れるのみですのでご安心ください。また、概要欄の URL をクリックしても紹介動画を見ることができます。ここまで見てくれた人、ありがとう。秋田号を引き続きご愛顧ください。